すげえな、これは。来年にユーロを控え盛り上がる欧州サッカー界ですが、各国優勝という栄光に向けて準備を着々と進めています。中でもイングランドは成長したベリンガムに解き放たれたケインなど、多くのスター選手がいることから、今度こそはタイトルごと息巻いているはずで、前回決勝で敗れた雪辱を晴らす戦いが、もう来年まで迫っているのです。今回は新たな企画として、イングランド代表歴代ベスト11を取り上げてみました。歴代となると多くの選手がいるので、誰を選出するのか迷いましたが、今回はクラック独自の視点から判断しています。皆さんのご意見もコメント欄でお待ちしていますので、気になる方は一緒に見ていきましょう。それでは早速、ゴールキーパーからどうぞ。まず、ゴールキーパーは、長年3ライオンズのゴールマウスを守り続けたミスターセーフハンド、デイビッド・シーマン。ポニーテールが特徴のシーマンは、193センチの恵まれた体格を生かし、抜群の反応速度から難しいコースや、至近距離からのシュートを幾度となくストップしてきた名手で、その安定感からミスターセーフハンドと呼ばれ、1990年代を代表する名ゴールキーパーとして活躍してきました。そんなシーマンは、8182シーズンにリーズユナイテッドでデビューすると、その後国内クラブを渡り歩き、9091シーズンにライバルのマンチェスターユナイテッドからのオファーを断り、ゴールキーパーとして当時最高額でアーセナルに加入。加入初年度からレギュラーに定着したシーマンは、リーグ戦で38試合18失点という高いパフォーマンスを見せ、いきなりアーセナルのプレミア制覇に大きく貢献します。そしてアーセナル黄金期を築いたことで知られるアーセン・ベンゲルが就任した9697シーズンからも1番手として起用されたシーマンは、0203シーズン限りで退団するまでにプレミアリーグで3回の優勝に尽力し、この間は絶対的な守護神としてチームを鼓舞したのでした。そんなシーマンはイングランド代表でもプレーしていて、1988年に代表デビューを果たすと、98年フランスワールドカップ、2002年日韓ワールドカップにそれぞれ出場しましたが、いずれもベスト16、ベスト8で姿を消すなど、国際的なタイトルとは無縁となっています。しかし通算75試合の出場は、マラドーナに神の手ゴールを決められたことで知られるレジェンドゴールキーパーピーター・シルトンの125試合に次ぐゴールキーパー歴代2位という実績を残しており、シーマン引退後のイングランド代表は深刻なゴールキーパー不足に陥るほど、彼の存在がいかに大きかったかが伺えます。そして最後は0304シーズンにマンチェスターシティへ移籍し、同シーズン限りの40歳という年齢で現役を退きましたが、引退後は古巣アーセナルで臨時コーチを務めるなど、本格的な指導者の道ではないものの、後世にその技術を語り継いでいます。あれからイングランドには絶対的な守護神というのが誕生していないため、できれば彼には後進を育てて、今後のイングランドサッカー界を盛り上げてもらいたいものですね。続いて右サイドバックですが、直近だとカイル・ウォーカーやリース・ジェームズ、トレント・アレクサンダー・アーノルドにキーラン・トリッピアーなど多くの特徴を持った選手たちが現れていて、現在イングランドの右サイドバックは世界一豊富な選手層を誇っていると言われています。しかしそんな彼らよりスターの陰に隠れながらも選出したかったのがこの男、ユナイテッドのバンディエラにしてイーブシゲインと呼ばれた熱き男、ガリー・ネビル。右サイドバックを本職とするネビルは、特段うまい選手というわけではなく、速さ、強さ、高さといった身体能力も平凡な選手でしたが、優れた戦術眼や状況判断力を持ち、抜群のスタミナと強靭なメンタルで右サイドを制圧。その主役にはならない中でチームへ多大な貢献をもたらす姿は、イーブシゲインと呼ぶにふさわしく、イングランドで最強と言われたユナイテッドにおいてなくてはならない存在の一人でした。特に育成年代からクラブ代表など複数の試合において右サイドでコンビを組んだデビッド・ベッカムとの息の合ったプレーは抜群で、対人守備ではベッカムの負担を減らし、攻撃面でも積極果敢のオーバーラップでベッカムに対するマークを分散させるなど、相手にとってベッカムとネビルは脅威の右サイドとして恐れられていました。ベッカム本人も、ガリは僕の影のような存在、プレーにおいて切っても切れない存在だと発言しており、ベッカムがユナイテッドを退団しコンビ解消となった後でも、ユーロ2002、2006年ドイツワールドカップでもお互いの意思疎通が乱れることはなく、相棒として輝きを放ちました。そんなネビルは9293シーズンにユナイテッドのトップチームに昇格すると、実に19シーズンにわたり在籍し、プレミア10回の優勝に貢献するなど、ベッカムをはじめスコールズやギグスといったクラブ生え抜きの選手たちと共に黄金時代の中心メンバーとして躍動しました。そして代表でも1995年6月3日に行われたアンブロカップの日本戦でデビューを飾ったネビルは、98年フランスワールドカップと2006年ドイツワールドカップに主力として出場。代表でのタイトル獲得はなりませんでしたが、通算85試合に出場し、安定したプレーでチームを落ち着かせました。その後1011シーズンをもって現役引退することとなりましたが、その後は解説者やイングランド代表のアシスタントコーチなども務めてきました。将来的にユナイテッドに何かしらの形で関わってくれたら嬉しいですが、今後も彼の動向を見守っていきましょう。センターバックはマグワイアにジョン・ストーンズなど現代を生きる選手たちもいますが、歴代といえばパワーと知性を兼ね備えた鉄壁の要塞を外せません。リオ・ファーディナンド、身長 188cm と屈強な体格から対人、空中戦では圧倒的な力を見せつけ、一見イングランドによくいるパワータイプのセンターバックと思われがちですが、的確な状況判断能力と抜群のキャプテンシーを持つ彼はディフェンスラインを的確に統率、現役時代は世界最高のセンターバックの一人に数えられました。大柄ながらスピードも兼ね備えているためカバーリング能力が高く、さらにもともとのポジショニングの良さもあり、守備範囲が広いことでも知られていることから守備面においてはプレミアリーグの中でも絶対的な存在でした。そして意外なことに足元の技術も高く、相手フォワードをいなすプレイヤー、ビルドアップにも長けているため欠点らしい欠点がなく、まさに完全無欠の鉄壁の要塞として相手フォワードはかなりの苦戦を強いられたことでしょう。そんなファーディナンドは古豪ウェストハムの下部組織から若干17歳でプロ契約を結ぶと、その後リーズを経て0203シーズンにマンチェスターユナイテッドに加入し、初のビッグクラブでのプレーとなります。そして加入から力を発揮したファーディナンドはユナイテッドでは12シーズンディフェンスラインのリーダー的存在として活躍、公式戦通算455試合に出場するなどファーガソンユナイテッドの絶対的な主力としての地位を確立しました。その結果プレミアを6回、さらに0708シーズンにはビッグイヤー獲得へ大きく貢献するなどユナイテッド黄金期を支えた名ディフェンダーでした。そんなファーディナンドの代表活動は97年に19歳で A 代表デビューを飾り大きなステップを踏みましたが、なんとその2ヶ月前のフランスワールドカップ欧州予選で初招集が予定されていたファーディナンドは飲酒運転で逮捕、許されない不祥事を起こしてしまい、当時の代表最年少デビューの記録を破ることはできませんでした。反省後デビューを果たすもすぐに地位を確立できず、98年フランスワールドカップではバックアップメンバーとして参加し、本大会でベンチ入りすることはありませんでした。しかしエリクソンが代表監督に就任すると徐々に実力を上げていったファーディナンドはレギュラーとして使われるようになり、2002年日韓ワールドカップにも出場を果たしています。続く2006年ドイツワールドカップにも出場し、チームを2大会連続のベスト8に導きますが、3回目のワールドカップとなる2010年南アフリカ大会の直前練習の際に左膝靭帯損傷の重傷を負い、キャプテンをジェラードに託しチームからの離脱を余儀なくされました。そして波乱万丈な代表人生を歩んだファーディナンドは13年5月に代表からの引退を表明し、次の世代へ引き継ぐ決断を下したのでした。また1415シーズンに加入したクイーンズパークレンジャーズで1シーズン過ごした後、ファーディナンドは現役引退を表明、サッカー選手としても卒業しています。引退後は主に解説業を行いつつ、ある日突然プロボクサーを目指すことを表明するなど相変わらず世間を騒がせており、今後の動向が気になりますね。これからも戦い続ける決断を下した彼の動向を注視していきましょう。同じくセンターバックに選出したのはチェルシーの黄金期を築き上げた魂のディフェンダージョン・テリー。187cm の長身を生かした圧倒的なフィジカルを武器に1対1では無類の強さを誇るテリーですが、空中戦でも世界最高クラスの実力を持ち、時にはセットプレーでの重要な得点源として期待されました。そして一番評価されているのが闘争心を前面に押し出した危機迫るプレーと強烈なキャプテンシーで、チームを引っ張る統率力はファーディナンドに負けず劣らずのパーソナリティを持っています。また誰に対しても臆さない強気な性格の持ち主であり、新人の頃に不甲斐ないプレーをしてしまった10歳以上年の離れたジャンフランコ・ゾラに怒鳴ったことがあるほどの強いメンタリティを持っています。加えてワールドカップの舞台では相手のシュートや頭で飛び込みブロックを試みるなど、並の人間では考えられないほどの熱きパッションを持っていることでも知られているのです。そんな熱すぎるパッションを持つテリーですが、キャリアのほとんどをチェルシーで過ごしてきた経緯があり、その歴史は下部組織から続いています。トップチームに昇格した後は同じポジションにマルセル・デサイやフランク・ルブーフラレギュラー格の選手がいたため、ほとんど出場機会を得ることはなく、他クラブへのレンタルを経て経験を積んだテリーは0001シーズン当時の指揮官クラウディオ・ラニエリによって出場機会を勝ち取りました。そしてスタメンの座を射止めたテリーは0405シーズンからモウリーノが監督に就任したことでさらに開花、リーダーシップを代わりキャプテンに指名されると抜群のキャプテンシーを発揮します。特にセンターバックでコンビを組んだリカルド・カルバールとともにリーグ最小失点の堅守を築き上げ、50年ぶりのプレミアリーグ制覇に大きく貢献したのでした。そして長きにわたりチェルシーに在籍したテリーは退団するまでにプレミアリーグ5回、1112シーズンには初のチャンピオンズリーグ制覇を達成するなどチームの中心選手として躍動、イングランド代表でも長く貢献しており、2003年6月のセルビア・モンテネグロとの親善試合でデビューした後は2006年ドイツ、2010年南アフリカワールドカップに出場しイングランドの堅守を支えました。その結果代表通算78試合6ゴールを挙げる活躍を見せたテリーは2012年9月23日に代表引退を表明するまでその熱き魂を白きユニフォームに捧げ続けたのでした。その後ははクラブでの活動に専念していましたが、1617シーズンにアントニオ・コンテが指揮官に就任すると、開幕直後はレギュラーとして出場していましたが、途中負傷離脱している間にポジションを失い、その年限りでのチェルシー退団を発表したのでした。その際、ホームで行われたリーグ戦最終節のサンダーランド戦で前半26分までプレーしたテリーでしたが、交代する際にはスタンディングオベーションで迎えられ、チームの功労者に対する感謝の気持ちを受け、チェルシーを去っていきました。ただ、現役続行を希望したテリーは1718シーズンにはアストンビラへ移籍しましたが、1年で現役引退を表明。そのままアシスタントコーチに就任し、チームに残る決断を下しました。現在では今年4月にレスターのコーチに就任しましたが、チームは降格し、自身も退団を発表してからはフリーとなっており、今後の行く末に注目が集まっています。サウジプロフェッショナルリーグから監督のオファーがあるとの噂もあり、さらなる大物参戦となればますます盛り上がること間違いなしなので、今後も彼の情報をチェックしていきたいと思います。左サイドバックといえば、ガナーズの無敗優勝やブルーズの躍進に大きく貢献した快速サイドバックですよね。キャッシュリーじゃなくアシュリーコール、左サイドのアップダウンを連続で行えるほどのスタミナを持ち、攻撃に勢いをもたらすアシュリーの特筆すべき点は圧倒的なスピードで、アーセナル時代はアンリ、ピレスとともに左サイドを制圧し、スピードを生かしたドリブル突破やオーバーラップで数々の得点に関与してきました。また、粘り強い守備やクリーンかつ正確なスライディングでピンチを脱するなど、フェアプレーにも定評がある一方で、プレー中はやや熱くなり安く、闘志あふれるプレーも彼の魅力の一つとなっています。現役時代は6つのクラブを渡り歩いたアシュリーは、アーセナル時代の0304シーズンに主力として無敗優勝に貢献しており、その際は絶対的な存在として左サイドバックに君臨。その後、キャッシュリーコールと言われるきっかけとなったチェルシーへ移籍してからは、1112シーズンのチャンピオンズリーグでクラブ史上初の優勝に大きく貢献するなど、間違いなくプレミアを代表する選手として活躍してきました。その後はセリエAやアメリカで過ごし、ダービーカウンティに所属していたコールは1819シーズン限りで現役引退を表明。その働きまくりの足をついに休める決断を下したのでした。イングランド代表としては2001年3月28日のアルバニア戦にて20歳でデビューを果たし、ワールドカップにも3大会連続で出場、通算107試合に出場しましたが、2014年ブラジルワールドカップのメンバーからは落選し、これを機に代表引退を表明しています。現役引退後は指導者に転身し、古巣チェルシーの下部組織のコーチを務めていましたが、10月11日に代表の戦友であるウェイン・ルーニーが元日本代表三好康児も所属するバーミンガムの指揮官に就任したことに伴い、自身もコーチとして加入することが発表されました。2部で低迷するチームをなんとか押し上げ、久々の一部昇格へ手を尽くしてもらいたいものです。続くボランチの一角はキャリックやスコールズ、現代で言えばジョーダン・ヘンダーソンもいますが、強烈なミドルでゴールネットを揺らしてきたスリーライオンズの心臓を選びました。スティーブン・ジェラード。ジェラードの代名詞といえば、何といっても強烈なミドルシュートを思い浮かべる人が多いでしょうが、ミドルレンジから低弾道かつパンチ力のあるシュートはジェラード砲と呼ばれ、数々のゴールキーパーを破壊してきました。特に大事な試合でこそ見せるそのミドルは彼の代名詞で、2000年代のイングランドやリバプールといえばやはり彼が象徴的な存在でした。また、ロングレンジのパスは速く正確なため、キャリア終盤ではレジスタとしてもプレーしており、豊富な運動量と攻守で貢献するプレースタイルは典型的なボックス2ボックスの選手だったと言えるでしょう。そんなジェラードは下部組織時代からリバプールでプレーし、デビュー当初は右サイドバックとしてプレーするも、中盤セントラルにコンバートされ徐々に地位を確立。特に0405チャンピオンズリーグ決勝の AC ミラン戦では0対3のビハインドから反撃ののろしを上げるヘディングシュートを決め、チームが同点に追いつくきっかけを作り上げたジェラードは PK 戦の末ビッグイヤーを獲得した伝説の試合の立役者となりました。この出来事はリバプールサポーターからイスタンブールの奇跡と呼ばれ、伝説として語り継がれています。そんなクラブのレジェンドとなったジェラードはリバプールで17シーズン在籍し、公式戦710試合185ゴールの成績を残していて、まさにこの数字を見るだけでも簡単とさせられますよね。また、イングランド代表では2000年5月31日の親善試合のウクライナ戦で20歳の誕生日翌日に代表デビューを果たすと、4大会連続でワールドカップに出場。ブラジル大会では2大会連続で主将を務めましたが、チームはグループリーグで敗退し、大会後に代表引退を表明。通算114試合21ゴールと堂々たる結果を残しており、その思いは次の世代へと引き継がれていきました。2016年に現役を退いたジェラードは古巣リバプールに帰還し、下部組織のコーチとして指導者の道を歩み始め、その後指揮官としてレンジャーズ、アストンビラと渡り歩き、今夏サウジアラビアのアルイティファクの指揮官に就任しました。いずれはリバプールの指揮官としてプレミア、そして欧州の舞台で指揮を取るジェラードを見れたらいいですが、今後どのような結果を残すことができるのか本当に期待していますので、これからを楽しみにしていたいと思います。そしてジェラードの相棒として長きにわたり3ライオンズの中盤を支えてきた鉄人も紹介しなければなりません。フランク・ランパード、主にセントラルミッドフィルダーを主戦場としながら、その圧倒的な得点力でチェルシーの黄金期を築いてきたランパードは、走攻守全てにおいて高いレベルを持つ万能型ミッドフィルダーと言えるでしょう。強烈なシュートと正確なパスを操り、さらに両ペナルティエリアを往復する無尽蔵のスタミナを持ち合わせた彼のプレースタイルは、代表の相棒であるジェラードと同じ典型的なボックス2ボックスであり、ハードワークを惜しまないその姿はまさに鉄人という言葉が最もふさわしいと考えます。そんなランパードのキャリアはウェストハムでスタートすると、その類まれな才能を見込まれた後、まだ油が買収する前のチェルシーへ移籍。チェルシーでは公式戦通算648試合211ゴールと地位を不動のものにし、 0304 シーズンから10シーズン連続でリーグ戦2桁得点を記録。0910シーズンは22ゴールをマークするなど、フォワード顔負けの得点力を披露しました。獲得タイトルはプレミア3回、1112シーズンのチャンピオンズリーグではチーム史上初のビッグイヤー獲得に貢献するなど、チェルシーを欧州屈指のチームへと引き上げました。特にドログバとテリー、そしてランパードはチェルシーの絶対的な存在として君臨し続けたのは間違いなく、当時のチェルシーにおいて最も輝きを放った3人でしたよね。またイングランド代表では1999年に21歳でデビューを果たしますが、デビュー後は目立った活躍をすることはできず、2002年日韓ワールドカップメンバーから落選してしまいます。ですが当時所属のチェルシーでの活躍とともに出場機会を得るようになると、ユーロ2004ではレギュラーとして出場し、チームは準々決勝で敗退しますが、ランパード自身は3ゴールを奪い、見事大会ベスト11にも選出される活躍を見せました。ワールドカップでは初出場したドイツ大会を皮切りに3大会連続出場を果たすなど、長きにわたり中心人物として活躍。最終的に成績は106試合29ゴールの活躍を見せた鉄人は2014年に代表を退けました。クラブではその後マンチェスターシティ、ニューヨークシティを渡り歩き、2017年に現役引退を表明。引退後は指導者に挑戦し、920シーズンからは古巣チェルシーの指揮官に就任したランパードはスタンフォードブリッジ期間を果たしますが、無冠に終わり約1年半で解任されるなど苦戦が続きました。しかし現在45歳ながら3クラブで指揮した経験を持つ経験豊富な人物として知られていて、今後にも期待感はもちろんあります。現在フリーとなっているランパードはレンジャーズから興味を持たれているという噂も出ていますが、実現には至っておらず、今後の動向が気になるところです。右ウィングといえば満場一致でこの男ですよね。史上最高のクロサーにしてイングランドの貴公子デビッド・ベッカム、甘いマスクで世界中の女性を虜にし、おそらく知らない人はいないであろうベッカムですが、彼の特徴は何といってもフリーキック、クロス、ロングパスといった超高精度の右足のキックではないでしょうか。特に中長距離のキックに関しては彼の右に出るものはおらず、鋭く曲がりながら落ちるフリーキックや、流れの中で味方にピンポイントで合わせるロングパスやアーリークロスなど、蹴るというプレーに関しては間違いなく史上最高の選手の一人と言えるでしょう。また山なりのボールや低弾道で糸を引くような軌道のボールなど、様々な球種を蹴り分けることができ、それらはもはや芸術の域に達しています。加えて彼はボールを受けたらまず遠くの選手を探すという傾向があるため、とにかくどの位置でボールを持ってもピッチ全体が自分のパスエリアになってしまうような選手、それがベッカムなのです。そんなベッカムはプロデビューしたユナイテッドではファーガソン・チルドレンの一員として、主に右サイドハーフとして活躍し、プレミア6回チャンピオンズリーグ1回の優勝に貢献。0304シーズンからは銀河系軍団レアルマドリードに加入するなど、そうそうたるメンツの仲間入りを果たしています。マドリードではボランチとしてもプレーし、新たな可能性を見出したベッカムは4シーズンでラリーガ1回の優勝を経験しましたが、チャンピオンズリーグを取ることはできず、期待ほどのインパクトを残せないまま0607シーズン限りでマドリードを退団しました。その後はロサンゼルスギャラクシー、ミラン、パリ・サンジェルマンと渡り歩き、123シーズン限りでユニフォームを脱いだベッカムですが、イングランド代表では通算115試合17ゴールを記録し、3大会連続でワールドカップに出場するなど中心選手として活躍しました。中でも印象的なのは98年フランス大会の決勝トーナメント1回戦アルゼンチン戦で、シメオネのラフプレーに対する報復攻撃で退場処分となり、これが影響してかチームは PK 戦の末に敗退。当時23歳のベッカムは先般としてメディアなどから集中攻撃を浴びることとなりました。しかし2002年日韓大会の欧州予選最終節ギリシャ戦で、今では伝説と語り継がれるスーパーフリーキックを沈め、劇的な形で本大会出場を決めるなど、ようやくサポーターからの信頼を取り戻した瞬間となりました。代表ではタイトルを獲得することはできませんでしたが、その勇姿は今でも人々の心に焼き付いていますよね。そして現在はメッシ加入で大きな話題となったインテルマイアミの共同オーナーを務め、実業家としての一面を見せているベッカムですが、最近はメッシ獲得にも尽力するなど素晴らしい手腕を披露しています。今後もベッカムから目が離せません。ベッカムの逆側に位置する左ウィングとして選出したのは、多彩な才能を持ちながら若くして引退したイングランドの悪童、ウェイン・ルーニー。攻撃的なポジションは全てと言っていいほどこなし、近年はボランチもこなすなど高いユーティリティ性を兼ね備えたルーニーですが、若い頃は完全に9番タイプといった感じの果敢にゴールを狙っていくスタイルでした。卓越したボールコントロール、ボールタッチ技術を持ち、ワントラップで最もシュートを打ちやすい位置にボールをコントロールする技術にも長けていて、まさに万能型フォワードの典型のような選手です。そしてシュートは振りが速くてコンパクトなため、ゴールキーパーは予測しづらく、時には華麗なコントロールシュートも決めれるという得点力は目を見張るものがあります。ただルーニーはこれだけの得点力がありながら、豊富な運動量で献身的な働きもできる選手のため、様々なポジションで複数の仕事をこなせることから、時折便利屋になってしまうこともありました。しかし、これほど高い評価を受けていたのは、才能がありながらも、決しておごりを見せず、高いチーム貢献度と技術を持ったフットボーラーの模範となる選手だったからだと、個人的には思います。そんなルーニーは、エバートンでの 0203 シーズン開幕戦に、16歳と298日でデビューを果たすと、第10節のアーセナル戦でゴールを奪い、当時のプレミアリーグ最年少得点記録を16歳と360日で更新するという、衝撃的なプレミアデビューを披露。その後、0405シーズン開幕後にユナイテッドへ移籍したルーニーは、加入初年度から11シーズン連続で2桁得点を記録。長らくチームの中心選手として活躍します。そしてイングランド代表としても2003年2月17日の親善試合で17歳と111日で A 代表デビューを果たした彼は、オーウェンが持っていた18歳と59日の当時代表最年少出場記録を更新。初ゴールは2003年9月6日に行われたユーロ2004予選のマケドニア戦で17歳と317日で決めていて、代表でも振動ぶりを発揮しました。ワールドカップには2006年ドイツ大会から3大会連続で出場し、通算120試合に出場すると53ゴールを記録したルーニーは、今年3月にハリー・ケインに抜かれるまで歴代1位の記録で、イングランドを代表するフォワードだったのが分かりますね。しかし度重なる素行不良からコンディションを崩し、晩年は目立った活躍ができなかったルーニーは、選手兼任監督として在籍していたダービーカウンティで2021年1月15日に現役引退の決断を下したのでした。その後は専任監督としてチームに残りましたが、2122シーズン限りで辞任し、アメリカの DC ユナイテッドを経てバーミンガムの指揮官に就任することが発表されました。そんなチームは現在2部に位置しており、今後のルーニーの手腕が問われることとなるため、今季は重要なシーズンになりそうです。センターフォワードは主将も務めたシアラーを選出しようと思いましたが、過去の得点数からインパクト、現代サッカーにもしいたらというのを考えて別の人物に託しました。リバプールのレジェンドにして元祖ワンダーボーイ、マイケル・オーウェン。彼最大の武器は驚異的なスピードを武器に巧みな駆け引きで裏へ抜けるラインブレイクで、173センチという小柄な体格からディフェンスラインの背後をついた瞬間に異次元の加速力で一気にゴールを陥れ、特にカウンター時には絶大な効果を発揮しました。加えて生まれ持った得点感覚と持ち味のスピードを殺さずにシンプルに駆け抜けるドリブルからいとも簡単に得点を奪う姿は、いつしかワンダーボーイと呼ばれ人々を熱狂させました。またオーウェンといえばリバプールというイメージが強く、下部組織からトップチームに昇格し、9697シーズンに17歳という若さでプレミアデビューを飾ると、9798シーズンは18ゴールを奪い、18歳にして初のプレミアリーグ得点王を獲得。9798シーズンから退団する0304シーズンまで常にリバプールのトップスコアラーであり続け、文字通りエースとして君臨しました。そして最終的にリバプールでは公式戦297試合で158ゴールを記録し、今でもレジェンドとして語り継がれています。その後は強豪マドリーやユナイテッドを経て1213シーズンをもって33歳で現役を引退し、ピッチに別れを告げました。代表では98年に当時史上最年少で代表デビューを飾り、最年少ゴールも記録したほか、98年2002年2006年と3大会連続でワールドカップに出場、通算89試合で40ゴールを記録する活躍を見せました。そして引退後は指導者の道には進まず、競馬の馬主やテレビのコメンテーターとして活躍の場を広げていますので、まだピッチにその姿を見せていません。第二の人生は少々意外なものでしたが、永遠のワンダーボーイの今後の活躍を見守っていきましょう。最後はやはりロンドンが生んだ最強の現代型ストライカーしかいませんよね。ハリー・ケイン。ケインは9番タイプのストライカーに求められる能力のみならず、偽9番としての仕事や守備も高いレベルでできるという、まさに最強の現代型ストライカーと言えますが、そんな彼最大の特徴は圧倒的な決定力。特に得点パターンが多彩で、両足から高精度のシュートを放てるほか、身長188センチの長身を生かしたヘディングなど、どんな形からでも枠に飛ばせるというのが強みとなっています。また守備も大ことあることはなく、前線でプレスの起点になってくるれるため、チームとしては非常にありがたい存在です。そして近年では低い位置からビルドアップを助けたり、周囲を生かすチャンスメイク力は急激に向上。ベンゼマに代わる欧州最強の 9.5 番として、その実力を余すことなく見せつけています。そんなケインはトッテナムの下部組織から若くしてトップチームに昇格しますが、出場機会がなく、複数の国内クラブへレンタルを繰り返し、1314シーズン途中にトッテナムへ復帰してから、ようやくトップチームに定着するようになります。しかし、きっかけをつかんだケインは、1415シーズンからレギュラーになりブレイクを果たすと、公式戦通算428試合279ゴールと圧倒的な成績を残し、チームタイトルとは無縁だったもののプレミア得点王に3度輝くなど自慢の決定力を発揮します。またイングランド代表としては各世代別代表にコンスタントに選出され、 A 代表は2015年3月27日のユーロ2016の予選でデビューを果たすと、この試合で初得点を記録し鮮烈なデビューを飾りました。ワールドカップには2018年ロシア大会から2大会連続で出場し、ロシアでは6試合6ゴールでチームはベスト4、カタールでは2ゴール3アシストでベスト8に導くなどトロフィーを掲げることはできなかったものの、素晴らしいパフォーマンスを披露し続けました。そして2023年3月ユーロ2024予選のイタリア戦で PK から54ゴール目を決め、ルーニーが持っていた代表最多得点数53ゴールを更新し、単独で代表最多得点記録の保持者となりました。そして2324シーズンよりブンデスの名門バイエルンへと新たに加わり、新しい挑戦を始めたケインは自身初のチームタイトル獲得の期待が高まります。チャンピオンズリーグ優勝すらも可能性がありますので、最終的にどういった結末を迎えるのか、ケインの挑戦からも目が離せません。さて、豪華なメンバーを紹介してきましたが、やはり指揮官は国籍は違えど、ユナイテッドで長期政権を築いたアレックス・ファーガソンが適任と考えます。彼には戦術家という印象はなく、むしろ選手の個性を見極め、適材適所に配置する能力とマネジメントの能力に秀でているため、ある程度様々な選手で応用を利かせて采配できる監督です。このメンバーであれば、あえてボールを保持するよりも、一発で仕留められるアタッカーが揃っているため、ベースは堅守速攻で組むのがベストだと思いますが、ボールも持てるメンツなので、相手に合わせたサッカーというのができるのではないでしょうか。これだけ時代時代のベストな選手が揃っていれば、どの大会でもいい結果が望めそうですし、もし彼らが北中米の地に全盛期で降り立てば、優勝という結果も見えるかもしれませんね。ただ、イングランド代表というのはプレミアリーグでの熾烈な争いが影響してか、大事な試合で結果を出せない傾向があり、ファーディナンドはかつて共にプレーした仲でもあるランパードとの仲を、フランクとはウェストハムのユースで育ち、寝食を共にした関係だ。しかし、私がマンチェスターユナイテッドに移籍し、フランクがチェルシーへ行くと、代表では一言も言葉を交わさない関係になったと語ったように、クラブ同士のライバル関係がバチすぎるがゆえに、他の代表チームより選手層が厚くても結果につながらないというジレンマを抱えてきたのです。しかし現在の代表はその色も合わせてきているようで、少しずつワールドカップやユーロで惜しいところまで勝ち進むなど結果が伴いつつあります。加えて今後もまたベリンガムのような歴史に名を刻むであろう選手も続々と出てくるはずなので、後進の成長を見届けながらイングランドサッカーの行方を追いかけたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回はイングランド代表における歴代ベスト11と題し考察していきましたが、いかがでしたか？誰しもが一度は聞いたことのある名選手ばかりで、とてもワクワクしましたよね。来年にはユーロ2024が開催されるなど、カタールワールドカップ後初のビッグイベントが待っているので、優勝を目指して戦う3ライオンズを見ていきましょう。クラックフットボールではこれからもユーロの続きや各代表の情報も届けていければと思いますので、面白いと思われた方はチャンネル登録と今後の動画も見てください。また他にも海外で戦うサッカー選手、海外で戦う日本人選手などについても取り上げていますので、そちらの方もぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。